データワイリー、ジャンピングドゲザジジイ、ドクターワイリー、ラスボスだから20万ポイント。あいつ多分ね、弱点爆弾だと思うんだよね。なぜかっていうと、ちょっと待って、最初からこれやりすぎですわ。くっそ、連射が足りなかった。ああ、もう一回かよ。ジャンプしたら高く飛ぶな。ここに来てこいつとこんな戦いすることになるとはな。2匹までならいける。3匹来ると終わる。いけた、ボスだよな。マップだったら終わるんだけど。じゃあな。あ、ガッツなんだ。おかしくないな。なんで体力使うんだよこれ。たまにしか持てないもののために。無理やんけ。わらわら。よし。あれ？凍らして進んで、凍らして進んでか。やり直しやな。違う、2つ凍った無理なんやって。バーカー、うまい。ちょっとこのゲーム、ただただめんどくさい。このゲーム難しすぎやろ。じゃあいつの確かさ探すぞ。役に立たないこと、この上ない。このボム、死んだ回数かけるテッキープレイじゃなくてよかったね。死んだ回数かけるやるよ、やるよ。ちゃんと数えてくれてるよね、信じてる。やめろやそれ。無理やんこれ。届かん。ワイリーステージマジ嫌い。とうとうレンジャーボタン使い出す、この鬼畜。全然知らんくない？こんな強かったっけこいつ。無理やん。こんなんこいつ死なんぞ。え？マジで無理やんけ。エコーズアクト3だ。ちょ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 ち
どうせ中ね。わらわら。よし。あ、じゃあジャンプしましょうかと一緒に。よし。ジャンプ。あ、うそやん。え。やり直そう。くそが。ちょっと通りますよ。これはいける。で、ガッツマン。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 これだよな。おんちゃんこれでいけるかな。ダメみたいです。日本でよかったわ。なんやねんこれ。俺に何させようとしてるんやこのマップは。あ、これティンティンやん。え、取りに行けんくないこれ。死ぬと思うけど俺。ですよね。よだれ出た。あっ！わらわら、罠だ。変えたら落ちんの忘れてた。あー、もう押してまいる。もうこれ一撃はもう仕方ない。エルアレで返させてほしいよな。めんどくせんだよスタートさん。アイスさっきなんか変なとこで凍らせたから狂っちゃったんだ順番が。はい、ほらパーフェクト。さあここよ。変えると落ちるんだよね。そして滑るって。はい、はい、違う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 。エレクトリシャンだこれは。うん、ぶね。よっしゃ、全開になったぞ。はい、やまいい、はい、やまいい、はい、え、うまい。吸い取られてる。残りなくなっちゃった。あ、いらんわんなもん。うわー、マジ嫌いあれ。ちょっと待って、滑る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 。もう避けるより食らうっていう。こわっ。うわー、危ねー。もうエム使えないぞ。あー、トゲトゲや。エム使わなあかんとこやん、これ。ティーンの感覚が短すぎるな。全然こんなんやけど。知らない子ですね。今もうあと1回か2回しか使えない。あれ、これ俺上にいないとダメだった、もしかして。あれ、ちょっと動いた方がいいかな。
あれ積んだ？俺たちが下に行かなければ。ちょっと待って、これ高すぎるとさ頭ぶつけて死ぬよな。これどない設置ねんこれ。おーい。ちょっとサメか上切るわ。あくそ、クセドしてしまった。どない設置ねん。ファミコンの頃は設計雑だな、わら。押してもた。来た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 。これで行くしかない。いや、エレクトで行こう。もういいわ、別に使っていいわ。いいだけに。ええー、乗せてくんないの？乗車拒否されたんだけど。この範囲の中で跳ねてろって範囲に行ってんでしょ、これ多分。なんか踏んでる間だけ沈むとかだよな、今。全然こんやん、これ。全然こえへんやん。ビーム使いすぎたな、これ。我慢しろ。絶対行けるときまで我慢しろ。そしたら、変えた方がいい、なんか、動きを。マイクとかジャンプするとか。ジャンプしたくないんだよな。積んでる。いや、いけるはず。いけないんかなこれマジで。おちょ、お、勝った勝った。え、嘘やん。なんで前もさっきもあったな、これ。もうここマジで嫌なんやけど。わらわら、あれがマジでだるいんだけどな。取れる？よかった。こいつジャンプしないんだよな。大ジャンさせるにはできるだけ端からこうさせるしかない。貴様の動きが読めているんだよ。それはもう無理っすね。いやーん、もうしゃあない。必要経費や。ガッツはめんどくさいだけじゃねえか、これ。全部使わせたいだけじゃねえか。なんでやねん、バグやろ。くっそ失敗した。普通に飛べるやんけ、あれ。凍らせんでも。うわっ、うわっ。いいぞ。ちょっと待って、ここでエレクトリシャンにして、十字キーの上いろいろ忘れるずに。よし。イエス。どかせんだな、天気で。なぜかわからないけど。ここや、ここ M 使わんと絶対死ぬ。塞ぎながら行くしかない。M が消えた。絶対消えてたし今。あ、違う、これ M じゃなかった。同じ色やめろや。ちょ、なんでこっち出ない。ちょ、邪魔邪魔邪魔。もう M がない。
あ、ここか。うおぶね。乗せて。いける。なんで？弾出るタイミングだったからか。これ時間かかるぞここ。うわあ大ジャンプじゃねえし。ふえ。ここやぞここ。あーマジかよ、受けたのに今。ダメだな、ガッツマンかビリビリじゃねえか、ね、ガッツマン使うとこないし使っちゃう。ここはもうね、安全に行こう。はい、はい、よっしゃ。あーマジか、いけるはず、いけるはず。1個だけならいける、2個は無理。ここが慎重にいかんといかんだよ。はい、いけ、はい、いけ、はい、いけ。何してんの。ここで E に変える、上に入れとく、じゃないと落ちちゃう。で右を向きながら敵が来た瞬間撃つ、撃つ。これも溶かして、溶かして、溶かしていく。で問題はここですわ。ここで M 使いすぎると多分次で辛いことになるけど、 M 使わないとM 使っても死にます。M 使って死ぬのマジ無駄だよな。せめて次につながる死にしたい。危な。もうダメかもしれない。くそ、ここまで来てゼロ金になった。ここまでは来れるんだよな。そんな難しいとこじゃねえから。もうっていうやめるわ、倒すわ。エレクトリちゃんで行こう。方針を変えよう。なんかしょうもないことするとご了承ダメなんだやっぱり。ああもう、近かったら大ジャンプするのか。そうでもなかった。満身創痍です。ここは凍らせる。なあ、なあ、頑張ればいける、頑張ればいける。いけ。凍らせんといかんな。ここすらいけなくなってきた。どうすりゃいいねんこれ。くっそ。きた。
ああ、ノーダメかこれ。初めてのノーダメだぞ。あれ？おかしくない？なんか一人多い気がするんだけど。気のせいかな。うわあ、全然意味ない。結局なんか。エキテーション使うからガッツマンですって勝利しよう。あ、マジか。もう無理。いや、ダメだな。氷がなくなる。なんで？くっそが。いけた。悲しいね。悲しいね。これ押す長さによって長さ変えれるんか。押しパでいいな。リュウカ、あ、ちょっと待って、イヤホン外れた。うわっ、実はアイスが必要なかったという悲しい話。いや、アイスないといけないんだって。俺はアイスないと多分いけない。何回かいけてるんだけど難しいんだよあれ。マジかよ。当たんねえ。ビリビリが当たんないとかありかよ。普通にジャンプした方がいける。もうやだこの面。なんか覚えていける限界が来てる気がするんだけど俺の。一の針は容赦ないからね。ダメージ無敵？何それ？なあって感じ。ジャンプ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 ジャンジャンプジャンプ。ギリギリ。いけるいけるんかい。結局食らうっていつものパターン。どけ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 。アイスはいるんだよ。とりあえずこいつだけ凍らしていくか。ああ、いい。うまくいくときはすげえうまくいくんだよな。問題はここよ。多分簡単なとこほど慎重にいかなければならない。ここで上入れ直して。危ない。でこれで処理処理処理。よし、さあここよな。あっ、消えてたのに。来ないと思った瞬間やられたわ。これどうやって抜けたっけ俺。はあ、M でゴリ押しして、この下もトゲゾーンか。アイ
てこんねえかあいつ。いや壊してもな。いやいいしかないな。いったー。うっ、なんでそっち行く。せっかく行けたのに。いけないなこれ。結局針で死ぬからダメージカットも一緒なんだよな。ちょっとそれは無理っすね。お、初めてノーマネできた。でっていう。このままで行ったからなんだっていう話なんだよ。あーあー、ちょっとこれ気合いでいくしかない。ここちょっとはみ出、足ちょっと足はみ出せばいけるなこれ。少しずつ学習していっている。イエス。いいね。ここなんだっけ。ここかここか。いい。さあ問題ここよ。左入れとけよ。落ちるかな。これ M でゴリ押すにしても結構辛いよな。いやあ、マジかよ。またこっからか。つれえ。ジャンプ意外と辛いんだよな。前で受ければいける。あそこの前、座席の前で行ければ行けるぞ。今半分あるな。やり過ごして高台に行かして、こっち倒して前行って前行って、くらっ、ダメだ。爆破ダメージがダメだから、もう普通に食らうだけにした方がいいな。あれはここでアイスにして、これはいける。次だよ、大ジャンプで来てくれればいいけど。来た。え、ここよ、ここ。ああ、前は。で、ガッツマンに変えて、掴んで投げて、掴んで投げて、掴んで投げて、ここは失敗するから、アイス、最悪一つ凍らせる。めっちゃ食らったけど、まあ、いけたからいいよ。ここは M にして、ちょっとだけ出して、出して、出して、 OK。 でここはエレクトリシャンだ。変えて一回落とされて戻って、上登って底辺で撃つ。うわっ、危ねえ。ちょっといるな。あー、いいかも。いいな。ここが5枚エレクトリシャンでいい。ここよ、ここが問題よ。
来ない？来ない。あれこれもしかしてボーナス？ここはもう M でご了承するわ。低め低め低めでいこう。低めで。さっきのバグだったっぽい。あ、こうやっていける。危ねえ。バグ膨らったし死ぬな。これ絶対受けるんだよな。成功法でいくか。あれ横はいかんのやな。あ、また降りてこないやつだ。最悪のパターン。めっちゃ伸びるやんこれ。けど打開できるわもうこれ。よし、優しい。あっ M がねご利用せね。最初ちょっと頑張ってその後ご利用そう。あ、これダメなパターンじゃない。いけるか。乗れねえんだよな。落ちなければなんとかなる。痛い。ゼロだ。ここまで来たけどゼロだ。けどまだ使ってないのいっぱいあるんだよな。そのための M、 あれ回復屋で回復場所だったんだな。あ、やべ、あ、やべ、これ一緒チャージできるやん。こんだけでいいや。こんだけやったらいけるやろ。クス、もうないっす。全然足りんやんけ。飛び降りれないし。降りれないぞ。そっか、矢印キー外せばいいんだ。階段登るの早くしてくれ、つれ。いけるかな。矢印キーさえちゃんと聞いてくれればな、一発でいけるんだけどな、こんなもん。風呂から戻ったけどやっとここ行けたの。よし。よし。ちょっと待って。ちょっと待って。喋ってると絶対ミスるから。ちょっと。あーもう十字キー使うかこれ。横向いてくんねえんだよちゃんと。向いてほしい方向いてくんねえんだよな。こうやれば一番早いぞ。
こんなキャットいけるかな。もう貯めとくか、全部満タンになるまでやろう。これいけてももうゼロ気だからな。もうダメなんだよな、正直。ボス絶対倒せないんだよな。苦手武器効かないしな。高すぎる。やべ、もう半分使っちゃったんだけど。あっ、あっち、短い。あ、短い。いけるか。ひっくギリギリ。ボスか。なんだなんだなんだ。ワイリーじゃねえ、ワイリーじゃねえ、中ボスだあれ。あー、変わらなかった。十字剣の方向的にはこっちの方がまだいけるな。ダメ、ダメ、痛いです。大ジャンプでありますように。じゃなかったら俺は死ぬ。はい、いやもうあのボスまではいけるけど、そっから先どうなるか分かんない。もうジャンプしたらこいつもジャンプするんじゃないの。関係なかった。ギリ頼む、生かしてくれー、通してくれー、センキュー。ノーダメでいってもしゃあねえんだよな。当たっちゃった。どっちかっていうと命を温存していきたい。ガッツリします。ここ割とストレスゾーンだな。HP はどうとでもなるんだよこれ、正直。大事なのは M だから。鍵となるのは M である。そして M になる。ここはいいだな。で、まっすぐ行って右向きながらピー。よし、まあ、回復はいらん。で、2匹目を上に出させるべきなんだ。で、前行ってビリビリが前に出ない。ゴール寄せ。くわっ、おー、つらみー。ゼロでしょ、もう大きい。いやー、ゼロだ。うわ、これ違う、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 違う。マジでさ、これ右向きたいのに左向くの本当やめてほしいんだけど、これ。イエス。もう一丁。よし。
ここでももう一丁。どっちだろうな、このジャンプ。大丈夫だ。いいよ、ここまでノーダメ。いいよ、これ来てるんちゃうか。うお、危ない。今まで一番うまい俺。いや、一番上でやった方がいいな。あんま下でやると落ちちゃうかな。抜いて全部倒した。しばらくこのまま進んでいく、進んでいく、降りる。ここよ、大事なの。ここよ、上に呼んで、下に来たやつをビリビリで倒して、もう一匹来るから倒して、もう一匹。おぶねー。そんでここよ、これで距離を稼いで、距離を稼いで、よし、いけた。で、ここでこれを満タンにする。あと1回な、全部いるから。満タンにした。ここを一発でクリアしたい。うわっ、やり直しですね。あ、ここはもう10アナログで言った方がいいかもな。方向キーに関してはこっちの方が正確だ。くっそがけど、体消費そんな多くなくていけるな。これだったらこれでいけるな。アナログが戻るときになんか敏感になりすぎてて、変な方向に入力しちゃうんだな。よし、でやっとボスよ。どうやって避けるかだよな。初めて前期やるぞこれ。さあ避けなきゃいけないんですけど、はあ、無理やろこんなん。こんなん無理やろ。M で上折れやんか。目一瞬しか出てこねえんだけど。マジかよ。全部のスキル使ってみるしかねえな。もう一コン来る。爆弾じゃない、爆弾じゃない、絶対爆弾じゃない。ここちっちゃいのいけんじゃね。6789目。え、全然減らない、全然減らない。下、真ん中、下、上、真ん中、下、真ん中、上みたいな感じで来るよな。
下下あれ俺アンチを分かってしまった。ここじゃない？あ、いや全然違うわ。モコってなったとこが飛んでくるけど、このイエローデビルさんはロックマン1で一番難しいかもしれない。もう無理かもしれない俺。今日初めて心折れそう。なんかこの辺はさ、行けばいや、まあ覚えられるけどさ、あいつも無理じゃない？普通になんか覚えゲーと反射神経両方いるじゃねえかよ。そんなもんねえよ俺には。ここまで行くんか。またもうマジファミコン時代の辛さよなこれが。あーもうだる。あーふい。こんな関係ないね。こんな関係ないね。ダメージ関係ないね。なんでこれ飛んでくんだろうな、電気で。ヘロロロン、ヘロロロン。上に呼んで、あ、出なくなったぞ。バグったバグった。あ、これええな。いつもバグっててくれたらいいね。でここは M でご了承する。でここさえご了承できればあとはグリアするだけ。いえいえ登れない。もうちょっと低く来いよ。低くないとご了承もしにくいんだから。電気分解かも。電気分解ほい。なんとなく、なんとなくそんなことになりそうだなって感じはするけど。じゃあ、あれいると M でご了承できないんだよって。まだやってたん。終わんねえよ。俺の旅は終わんねえよ。無事オズジャーニー。新記録狙ってます。多分これ温存して、いやあいつこれで避けた方がいいかもな。っていうかあの目玉全然効かなかったんだよな氷。エレクトリシャンだから電気効きなそうじゃな。地面タイプ。そう、あれ地面タイプでしょ。空を飛ぶ虫、虫なんてないんだよな。けどこれが一番当てやすいよな多分。勝った。けど1回しか避けれねえんだよな。1回食らったらもう終わるんだよな。ここで避けるしかないからな。あれあそこ2個避けなきゃいけないんだよ。暗い。いいいいいい。次2個。ほいほいほい。あーやべ。あーこれ2個だった。無理じゃないこれ。この覚え芸鬼畜すぎる。勝ったのが効くかな。いや今回これでいってみよう。
1回目は1個、多分次2個、1個、もう一回飛んでくる。あーマジ無駄、まあまあ減ってんな。トロベで爆弾で穴掘って地上に帰ったら家が消し飛んだんだけど。あーうるせえ、あーうるせえ。これ2個避けれる？はい！うっそー、次ラストやぞ。電気でええわ、もうこれでいくわ。爆弾当たんねえし、勝った方多分当てられねえし。俺下、次2個避ける、あ、ビーム食らった。俺食らってないな。下で次、あ、1個だった。次2個避ける、2発出た、もしかして。くそ、中くらい。2つ避ける、1つ避ける、あ、違う、飛んじゃいけんかった。2つよ、蹴れられない。やべ、こっくらっちゃうんだいつも。ほい、避ける、もう一回避ける。あ、これ避けて、2つ避けて、はい、避ける、2つ避ける、あっだんだん慣れてきた。俺の集中力そろそろ限界なんだけど。3時間でしょ。いや、3分か、まだ。クロート元気に達してきたぞ。ご両親も堂に入ってきた。たまに聞かないのがね、ファミコンっぽくていい。いいね。これサクッといっちゃいましょう。さなくていいやつ、どうしよう。きっちり前まで行ってからね、一歩前へ進みましょう。あー、やってもた。エレクトリシャンじゃねえ。サクと行っちゃいましょう。それラグるんだよね、これ。あっぶねえ。くそ、あいつの挑戦回数残しておきたかったな。危ないな。危ない。よし、いけた。ここまで来たらいけるわ。で、あそこだけ、ここだけ十字キーでやるとうまくいくから。ここだけ十字キー、ここだけ半分でいけた。ほい、やばい、危ない。よし、ちょっとカットで戦ってみるか。避ける練習すると、下2段ジャンプ、下な。
下二段ジャンプ、やべ神様に死んじゃう、弱っ、下下下下二段ジャンプか、これ下3回だ、だからなんかおかしかったんだ、うわマジか、次炎打ってみよう、おかしかった、あー危ない、これ死ねないぞ、あエリックの試合やっぱりもういいや、もう一回中段来て、で二段ジャンプ下来て、でもう一回来て、でこっちですわ、あダメだこれ弱い、食らっちゃったし通常攻撃なんか知らんけど、で二段ジャンプしばらく置いて下来て、下来て当たってねえし早すぎた、あーマジかい、あーマジかい最悪最悪、目にちゃんと当たんなきゃダメだな、あーミスった、ダメだ一回ミスったら集中力なくなるくっそ、ワンパターンっぽいね、ワンパターンだね、あれはワンパターンだけど、それを覚えきれない俺がいるっていう、いいね。ノーダメージやぞ。こういうとここそ慎重に、慎重に引かなきゃいけないから。よし。ここで E に変える。上に登ってビーム。ここビーム大事だからガッツなんだやろ、これダメージねえのかな、当たっても食らってないんだよな、食らってるわけど、ここはもうどうしても E で抜けないと危ないから E で抜けよう、適材適所よ、なんでプロ、ここはもう M で彼に抜けちゃいましょう、こいつが変なとこ行かない限り行ける、もうちょっと低くして、高いところは無理、頭打って死んじゃう、あーなんここ覚え行く前忘れちゃうんだよね、ここでやっと3分台、やっと3分だ、あと1分しかない、ここでダメージ食らうからあいつノーダメでいけないんだよね、これゴリチャンス、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 ゴリチャンスゴリチャンス大切にしなきゃ、あー1機しかないか、この火ダメも抑えたいよね、ボスのこと考えると、でも無駄な時間過ごせないからちゃんとエネルギー回復していこう、これでいけるやろ、いや最初 M で避けようかなと思ったんだけど M 無理だなと思って、
着すると上がります。低めでいいからね、低めでいこう。高めのやつはホームラン打たれる。よし、これだけやったらいける。めんどくさがらないで本当はもう一個集めた方がいいんだろうけど、めんどくさいもんはめんどくさいんだよ。慎重にね、よし、慎重にね。ふい、これ2回挑戦できるな。そんな減ってねえな。よし、うど、絶対に折れてはいけない。刻みゼロに抑えよう。中段下、中段、二段ジャンプ、中段下、早すぎた。中段下、中段、二段ジャンプ、中段、ああ下、間違った。見てから飛べばいいのに。集中力がない、もうダメだ。早すぎるんだよな、見てからでいいのにな。下下中段二段ジャンプ、ちょっと飛んで最後ちょん飛びして、危ねえ、ちょん飛びして二段ジャンプ、ちょん飛びして、あ、ミスった、当たってない、うわー最悪。二段ジャンプ、ちょん飛び、ちょん飛び、うわー最悪。火だめを抑えれてたのに。二段ジャンプ、ちょ、もう空気が流行ってるけど、いけるいける。あ、2個だった。食らってはいけないぞ。ちょん飛び、ちょん飛び、二段ジャンプ、ちょん、あ、見てからじゃ遅い。ちょん飛び、ちょん飛び、ちょん飛び、二段ジャンプ、ちょん飛び、ちょん飛び、ビーム、あと一発、ちょん飛び、ちょん飛び、ちょん飛び、二段ジャン、あああああ、惜しい、次でクリアや。めちゃ強いな。大ジャンプで頼むで。超ジャンプやなこれ。あそこまで行くのがめんどくさいな。これらへんね、めっちゃめんどくさい。おお、飽きたこの辺。それは投げるわ俺は、エリステージいつも。あんま無駄にできないんだけど。凍ってるおかげでくっつけるから、あれはあれでいいかもな。死なずにいけるかなこれ。アリトリに行ったらワンチャン死ぬからな俺、行けないんで。せめてノーデスで行きたい。ノーデスで行ったら2回チャレンジできるから。なんかバグらせるっぽいんだよな。どうなんだろうな。まあもう分かったからいいけど。ここやな、ここで絶対に死ねないぞ。しゃあない、これはしゃあない、必要経費。いやもうこれ以上いかんぞ、ご了承なくなるぞ。
よく避けたな俺今。いいね。これもう死ぬ要素ないからな。あそこの穴から落ちない限り。慎重になりすぎてちょっとしか出ないって。これデカさでやっぱ変わんのか。しけたいけたいけた。あんなになんかもう無理かなって俺ここまで来るの無理じゃないかなと思ってたけど、いけるもんだね。これノーダメでクリアできたらすごくない？別のアイテム使ってみよう。上やったな。いや忘れるんだよねここに来るまでに。上下上二段ジャンプ中段ちょん飛びビーム、ちょん飛びちょん飛び二段ジャンプ二段ちょい飛び、あマジかマジか、危な。まだイーブンイーブンイーブン。一回だけ食らっていいっぽいなこれ。最悪、一回も食らえなくなったぞもう。あやべミスった。2回食らわせらせろや。なんでそんな嫌がらせするん。毎回食らうんだけど。ギリギリの戦いが。早い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 。来た俺のターンだ。これ火ダメなしならいける。はいはーい。まだ一回いける。何やってるん？わらわら。いけると思った瞬間やられてしまった。下三回やん。下三回。ジャンプして敵の攻撃来るの待ってたらいいんだ。で中段。二段ジャンプ。ミスった。これミスんだよいつも。ちょん飛び、もう一個ちょん飛び、二段ジャンプ。最後まで左入れっぱにしんすることだなコツは。もういけるわ。ジャンプのタイミングまで分かってしまった。喋るんじゃない、お前はそんなに上手くない。もういけるわとか言ったらあかん。二段ジャンプ。ちょん飛び。はいちょん飛び。あ、食らっちゃった。二段ジャンプ。はい、ちょん飛び。先に飛ぶ。やった。行けた。クリアか。やっとだー。やったぜ。やったー。マイクロフォンミューテッド。待ってや、クリアじゃないん、クリアじゃないん。そうだよな、そんなわけねえよな、ワイリー出てねえもんな。ちょ、もう無理ですけど、もう無理ですけど、もう無理なんですけど、もう僕限界なんですけど。よし、こっからこっから。
あーまだあんのかよ。もう無理ー。あっ、とんだ罠だぜ。カッティマン、石がない。カットマン、カットマンの弱点、カットマンの弱点わかんねえ。正解はゴリ押し。ボスラッシュだな。ちょ待てや、そこはなしやろ。ここは十字キーで確実に。待てよ。ペイ。うう。いいねそれ。変えなきゃ俺もう絶対ミスるから。あっその手にあんのなん。あ、わらわら、ちょっと待って待って、誰が来る、誰が来る。エレクトリーマンは、エレクトリーマンの弱点があれ取れてたらな。そうだ、こいつ3パンで殺してくるんだった俺のこと。もうやだこのゲー、ちょっと待って、もうこのパックマンモドキみたいなやつが、いっ、まらぐったらぐった弾幕張りながら行くしかない。もうムカつくわ、腹立つわ。たつのり、わらわら、もぐだった、わら、無理これ。カットマンかな。あーあー、ムカつくわもう。ああっ、微妙に軸ずらしてくのマジムカつくわ。雷ダメなん。雷はね、ダメなんだよこれ。あの、これはいけるんだけど、ほら。あ、俺最適解見つけた。まとう。やばくなったら炎をまとえばいいんだ。んだけど、もうあかん、集中力がねマジで。わらわら、これ落として、はい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 、してるけどさ。あ？マスオさん。あんまびっくりした。いい？そうなのかい？いかーん！カレーパンがいっぱい落ちてる。そういうことだよな。これカレーパン使いながらいけってことだよな。もうイラチだ。あかんかん。一回くらいできてしまうともういけるってなってる。
ゆっくり行けば一人ずつ攻めてくるから。来んな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 。はい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 。カットマンのカットマンの弱点やろ。カメラ撃っとくかとりあえず。くっそむかつくわ。あ、全然効かん全然効かん。ティンティンティン。まあいいや、これ押しじゃい。またここ系。届く？よし。これ何来たっけ？お前か。お前ならいいよ。世界一慎重な男だからな。なんで？スタートして帰れないんだけど、あれ行くとき。次が、カットマンを当てた方が勝つ。3回当てた方が勝つ。ナイスよけ、ナイスよけ。ノーダメ。 Too easy for what is it。 またここかよ。なんやねんこれ。もう無理や。エンペラタイム作っていくしかない。なんか外から行った方が、外から行かねえやんこれ。あれは取るしかねえな。なんかあんなと思った。えいっ、とんだ罠が仕掛けてやった。罠や。いや、まあ親切にやるわ。ごめんね、初見殺しごめんねっていう。この下に落ちればいいってことでしょ、要は。ぶどん。死んだ？ティュン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 。まだある、まだある。仏の顔も3度まで。ティュンリリ？違うわ。ちょっとやばない。わら。一回帰ればよかったな。わらわら。むずいんだよこれ。なんだかんだでどんどん俺のあれが消費されていくっていう。カプコンの汚い。落ちる速度早すぎるね。餌で残機が減っていく。これダメだな。あ、ダメやな。これ無理じゃない？え？何もしてないのに死んだ。何もしてないのにロックマンが壊れた。ムックンなんか楽しそうなのやってるね。楽しいよ。おい。ゲッ！え？はい！クハハ！フィリピンにはロックマン文化がない。帰ってくれば良いんじゃないの？目から鱗です。晴天の霹靂。これ降りれない？降りれるやん。俺の十字キーがクソだから降りれなかっただけだ。階段あったわ。
水曜の見たけど、ただライディンがオパヤさんと雑談してるだけじゃなかった。そんなもんでしょ、もともと水曜の見たでしょ。いや、バカバカバカ。あれに目取られたら撃たれるんだな。俺のことフィリピン人だと思ってた人一人いた。くさ。よかったやん。まあけどなんかイントネーションとか、こらバカ。やめろ。ここ初見なんやぞ俺。わらわら。何？何何何？誰やねん。ああまた違うボス来た。コピーだ。え、っていうかまだボス倒してないんだけど、ちょっと待って、一番いけないやつパクられた。勘違いが広まって、このままピノイにされるんかな。ちょっと待って、エルトリちゃんには噂って怖いな。勝った、強すぎる強すぎる、いかんいかんいかん、最悪のもポクられた。違う違う違う、じゃあ正々堂々行こうぜお前。勝てねえ。あれボスかな、あれボスにしてくんねえかな。ボスじゃないと俺辛いんだけど。いいんじゃない、ピノイっぽいし。いや違う、これボスだ、こいつ倒せばいいんだ。もう一回ここまで来んの。あ、爆弾、あイラメイチャ、イラメイチャ。あ、痛い痛い、それで来ない、なんでお前だけせこいせこいせこい、なんでお前だけ体当たりダメージあるんだ、おかしいおかしいおかしい。しかもどっちの爆弾かわかんないし。せこい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 、どっちが取るかわかんなくなる。せこいせこい、はめれるんちゃうかこれ。ちょっとまたこっからか。何が殴るな、何だあいつだけやっ、あーなんだ、ボンこんな、おい、たーっ、ここはもうゴリオスゴリオス、カットマンとかザコだから。そんなん聞いてない、そんなん聞いてない、そんなん聞いてない、そんなんやってこんかったやん、さっき殴り合いしようぜ。あっち行けって、パターンはめないと俺勝てねえんだから。おぶん、ほいほい、はい、いけるかな、さっきあの屋根にぶつかって死んだから俺。はい。なんだったっけこれ。カットマンだ。3回当てたら勝ち。3回当たったら負け。おいいぞ、2回当たったぞ。イエス。思ったよりダメージ少なくて済んだ。さっきゼロだったからな。ボスまでいけんちゃうこれ。これゴリ押しするしかないってこれ。くそ。タイミング悪いやなこれ。どここれ。はあ、ほい、マリオのプクプクみたいやな。ほいほい、あれ、ほいほいほい、はい、さっきエレキマンさ運よく倒せたけどさ、次勝てる保証どこにもないんだけど。っていうかあのロックマンに勝てる気がせんだけど。ちょっとなんでクラン、もう死んでたんやけど、ほんとくやろ。早く行かなきゃ。いいねいいね、これ慎重にやってたら消えるからな。
イエス。これが無理。いつになったら拾えんねん。これが無理。じゃあ爆発してるから意味ないやん。エンペラータイムに行くねん。避けるという概念がある。避けるはこれ簡単やっけ。ここで一気ゲットしていきたいですね。ここエレクトリシャンでサクッといきましょう。これさっきだいぶ消耗したからな。危ない。だいたいエレクトリシャンで全ては通るから。ちょっと待って、ロックマンどうやって倒すのや。4分台まであと30秒や。頑張れ。やべえ、間に合わねえ。一も大事に。ここに装甲のあるやつがいるから。よし、とりあえずこの一機はもう敵に捧げるつもりで。弱点探そう。弱点、弱点だ弱点。いや、通常攻撃が一番な気がするな。これは一番いかん、これは一番いかん、これは一番いかん。より進んでて笑う。人のこと雑魚みたいに言ってんじゃねえぞ。問題はやで、こっから先に進める気がせんってことや。今まではパターンがあったけど、こいつにはパターンがないんだよな。定石がない。ガッツマンにしたら相手何もできないけど、相手体当たりしてくるからな。俺食らうだけだからな。一番避けやすいのにしたら。そんなんない。爆弾にしたらどっちの爆弾か分かんなくなった上に、敵が爆弾掘りながら突っ込んでくるから無理で。いいで、デレクトレンだ。いやだ、それはしない。いや、近づいてくるからやっぱり C じゃねえかな。 C やってみてダメだったらもう通常攻撃で、もう俺の全神経を使って相手避けて倒すわ。弱っ。これさ、相手が迫ってきた時さ、俺避けれねえんだけど。相手の攻撃さえ避ければ。いや、全然トントンじゃないんだよ。こう当たってさ、ダメージ食らえるのせこくない？どうしようもねえじゃん、俺。さっきのはさ、パターンあったけど、これもうねえんだよ、パターンが。見てるとどっちがどっちかわからない。俺もやっててわかる。イリュージョンのが強い。無地オガイリュージョン。氷も打ってみるか。で、ダメだったら、これダメだったらもう通常で戦うしかないな。小細工なしよ。ダメージが違いすぎる。お前ノーダメやないかい。1しか減らんのせっこくない？か、壁登れるようにしてくれ。こいつジャンプしたらジャンプするくない？ちょ、打ったらジャンプするんだ。もう攻撃するチャンスない。昨日の毛布対フェイスレスボイドみたいになってる。あー、またこっからか。
火力が違いすぎる。相手の方が火力高い下当たりもしてくるずるい、ね、マジせこいわ。ウィーファーみたいにチートモード入れてるやろあれ。こっやめろっつってんだろ。やめろって、お前なんか手こずって暇ねえんだよ。あれ死ねえ。だって俺が死ぬ。ああ。あったあった。もう炎いらないし全部使っていいんだ。さっきくれたのにこいつもうくれなくなった。ケチくせえ。ここ。しまった、カットマンにしてくれ。これ一発食らったら死ぬぞ。あいつなんかバカみたいにジャンプしてくれて助かったわ。さあここよ、ここよ、ここ大事よ。やばいやばいやばい。エンペラータイム。てーい。はい。てーい。いた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 。早く早く早く。ここに一気あるから、一気あるから永遠にやり直せるから。いいいいパターンですねこれ。少々寄るとこうなるから。いやけどこれは HP をリセットするという意味ではすごくいい選択なのではないかなって思います。連打ボタンあるんだよねこれ。今たほうがいいなあれ。ここはノーダメージでいける。ここでなんかミサイル撃ってくやついいんだよね。ミサイルじゃねえ、なんかムシ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 。ここよ、ここ撃ってくる前に。よし、ボスだ。多分これだったら何もしてこないんだけど、俺も何もできないから当てられるからね、あっちの方が強いんだよね。これ食らわなかった、これ当たんない、避けれない上に当てられない、爆弾はもうガッツマンは意味ないっていうことは、もうこれで戦うしかないんだよ。最後にね、信じられない己の身一つ。多分こっちの方が3倍当てなきゃいけないはず。2倍かな。この演出いいんやけど、もう3時間半口いけろからっからんのよ。10キロ。こっち3キロやろこれ。ほら見てこれ、ダメージが違いすぎる。勝ってる勝ってる勝ってる、ダメージ勝ってる。俺大亀みたい。いいいい、追い詰めろ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 。パターン入った、パターン入った、パターン入った。来た、もうこれ以上食らえない。もう一回パターンにはめるしかない。あんなパターンはめれるんかな。出た、昔ながらの一定の動きはめ。やめろ、わらわら。やべえ、ハンデ背負ってしまった。どっちがどっちかわからん。俺もわかんなくなる。これ最初絶対打ってくるからジャンプしてよけよ。最初の一撃はよけた方がいい。絶対打ってくるから。ほらアジギョ、アジギョ、アジギョ、でもやだ。もう無理。
かダメだ、そうそうあっち行けって、どっちかわからなくなって草生える、必死なのが俺、余裕あるのが敵、ラストだぞ、弱くね、ラストだ、うびっくりしたな、距離取ってキャッチ狙おう、違うんだ、寄ってくるんだってあいつ、うい、おい2発目はなしやろ、お距離取れないんだって、来た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 、パタ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 、もうこれしかない、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 これで無理だったらもう俺は終わる、終わる、早く泣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 く、よし下がってくる、ここで前でなきゃいいんだ、後ろに行けばいいんだ、チャージショットはもっと後だっけ、ない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 、やめろやめろ、わざとそういうレスするな、死ぬやろうか俺は、これ以上前に来たー、くっそーだ、ユージかよこいつ、3ぐらいじゃなかった、あと一発、あと一発、おーよっしゃ足ピクピクしてる、ぐっつえー、わらわら、遠くから撃つのがよかったな、い近いけど反応できねえもん、勝てた、チャージは4だっけな、そんくらいか、ノイの言うことは当てにならない、この連射つきも強いんだけどね、なんか X についてる連射機能、 X ってあのファミコン基準だけどね、はいさよなら、いかーん、別にあるし即死さえ食らなきゃいいんじゃん、はい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 、とりあえず弾幕張りながら、なんだ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 、はい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 、アイシー弾幕ゲーだから、おおすり抜けてくるね、超中ゲー、超中ゲー、超中ゲー、うわっ超中ゲー、うわっ超中ゲー、うわっえっわっいっワンパターンかい、もうこれガッツマン使ってくださいって言わんまでの上中ゲー、なんやこれ、なんやこれ、もう岩がないです、そこもうないな、もうないもうないもうない、メトロイドだ、ちょ無理よ、避けろ、避けられへんやつな、これゴリ押すしかないな、聞いてないぞ、ゴリ押すしかない、ゴリ押すしかない、ゴリ押すしかない、あお前は聞いてへん、凍らせるしかない、処理重くなるの間、なんなんこれ、もう無理やん、もう無理やん、もう無理やん、もう炎ないし、聞いてる、聞いてた、あもう言わないんすけど、積んだ、聞いてない、ちゃんと見るわ、聞いてない、聞いてない、基本的に聞いてないけど聞いてるのもあった、これやな、岩残してた方が避けれたな、これや、わらわら、やはり、え、なんでなんでなんで、これバリアじゃないの、罠やったんやな、あれバリアあるからじゃない、バリア、いいが一番いい、割ればいいだけ、そういうことやな、これよけれないけど、あなた岩初見殺しすぎません、あの岩、うーびっくりした、バリアすぐ復活してる、いや壊したら、壊したら消えてバリア張って帰ってくる、卑怯者だから、メデューサが速攻泉に帰ってマナ回復してくるようなもんだよ、
絶対に岩を壊しちゃいけない。ペンギンを許しちゃいけない。ペンギンを許しちゃいけない。ペンギンを許して、これはもう、もう許す。なんか種類があるみたいだね。もう許す。それぞれ弱点違うんじゃない？なんか色があったな。いやけどあれ関係ないと思うよ。あ、それかな。オレンジ色だから壊してはいけない。これアイスやなこれ。え、だだだ、あ、あるからこれ来れないんだこっち。え、だだだ、あかんやん、あかんやん。あ、これいるやん。なんだよ、なんだよお前。なんか、あ、なん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 、ファイヤーで言ってみ、なんだよ。えい、ダメだこれ。てーい、え、あーはははは、あーく、わらわら、ビクトリーがダメだ。いや、まだ諦めてはいけない。どうも私はガッツマンです。うらぼけ、カットマンでいこう。これ水、これ水、アイス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 、痛い痛い痛い。ちょ、避けるの、当てるの夢中になると避けれなくなるからな。あ、あ、真ん中になきゃいけないもん。真ん中いると避けれなくなるんだけど、いや、やっぱ1個は無理があったな。優勝したのはイセイセだから。全然効いてないんだけど。ティン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 。アイスマンの弱点何だったっけ、忘れたな。もう言わねえんだから積んでんじゃねえかよ。これワンチャン通常攻撃の強いんじゃない。上にも当たれんのエレクトリーなんだよな。ちっちゃいのなんとかできないんだ。あのピューピューとかしてくれ避けれないんだけど。あー、もうムカつくわ。ボケ、痛い。ひたすらいい連打してみよう。ん、体力ゲージがチラチラしてるのは処理落ち。そうだね、これゴレ押せるぞ。色関係ねえわ、これ岩と電気でゴリ押せる。ちょっと効いてる。これいける、これいける、これいける。これあと岩足したらいけるわ。クリアしたな。ここ HP いらないし。さっさと打ちていけばいい。必殺のエンペラータイムを使ってな。全系統すべて使うことができる。処理落ちまで再現してるの笑う。再現なのかマジかわかんねえこれ。ペンギン号を撃ち落とせ。ブラウン管モードとかあるで、ね、モード。目痛いからやめたけど。イエーイ、倒してみるもんですね。避けれると簡単に。拾った命でシステよ。やっぱ連打でもいいけどダメージいけるんだよ。これあのこれについてる連射機能 X ボタン、箱丸だったら Y ボタンを押すとなるって。いくぞ、勝負は開幕や。開幕戦やで。トレントのシールド剥がれたら一回食らうみたいな感じなのかな。オルボッケー、オルボッケー、オルボッケー。二度とくんな。こっからこっから連射すればいけるぞ。早い早い早い。関係あるかい、関係あるかい。我慢比べちゃい。関係あるかい、関係あるかい、関係あるかい。
関係あるかい、関係あるかい、待て待てこれ、待て待てこれ、待て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 これこれ岩取って、いやけどビリビリ使うとな、あの岩飛んじゃうからな。正しい倒し方やろなこれ。ゴリ押しがすぎる。よしよしよし、ええぞ、順調や。さあ俺の大嫌いな感じのとこ来たぞ。トゲトゲは嫌いだって言って、ティン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 、 RDA だからね、早くクリアしなきゃいけない。うるせえな、これもう無理かもしんない。散々序盤苦しめられたやつだな。知ってるんだよもうお前たちのやり口は。小野寺さん、ガッツマンの弱点なんだったっけか、違うな。倒したっけ、普通に倒したなあいつ。多分これなんだよね。なんもないんかい、量産型。工事のやつだよね確か。あいつなんもないんかい。何もなかった。出たよ、ティーンティーンゾーン。来えへんな。ティン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 。さあここから気を取り直して行ってみましょう。抜けた、ここ抜けたら余裕よ。もう基本的に上から来るやつだけ注意すればいいから、目が出るタイミング、目が出るタイミング。イエス、さっきのボスあの方法でいいみたい。そうなんだ、やっぱそうでしょ、あれしかないもん。ここはもうこれ倒していこう。それは届かんな。やめんかい。すいませんでした。よし、ほぼノーダメージ。さあ問題ここよ、ここよ、ここよ。ワンナップに気を取られると絶対死ぬから、もうワンナップは無視していこう。これ新ヒーロー。そう、新ヒーロー、モンキーキング乗って、はい。はい、はいで行くかな。はい。遅かった。はい。コピーロックマンの F 使ってた。一瞬乗れたらいいな。今のいいね。雑魚だよって言ってそう、あの台。ほい。イエス。ぽい。これいる？あ、これでいけるわ。あ、そうか、ここで使ったのを補充していけよっていう優しいお心遣いですね。本当ありがとうございます。痛み入ります。でもあれ諦めるわ。全部避けるわ。まだ3分52秒か。結構いいペースだよね。ここ、ここがアンチだ。ここがアンチ。ここ、ここ。アンチや。アンチやってたんだっけ？あ、グラブルだ。
ワンナップ取ったらボス戦で使える。ぜひとも使いたい。ここはぜひとも使いたいところです。でーいでーい。まああそこまでいける。忘れてたー、どうダメでいけてたやん、さっきそこ。おお、そうそう、なんでの、うわっ、うわっ。まあまあまあ、実質のダメージだ、これは。メーダーマ、メーダーマ、メーダーマ。あ、すごいとこ気づいた。こうやっていけんじゃねえの。食らうわ、食らうわ。全然意味なかった。はい、アンチ、はい、アンチ。もういいじゃん、ゴリ押し。遠すぎるわ。そうやな、これ。あれは欲しいな。なんか新しい武器やん。ちょっと！コントローラーがクソだからな。たまに落ちていくんだよな、勝手に。何もしてないのに落ちていくから。たまりませんよ。届くぞ。冷静に行けばね、こんなん軽いんですわ。とりあえずスキル取ってしまえば死んでも大丈夫だったはずだから、とりあえずもうスペースないけどな。もうちょっと待ってくれや。お年寄りが乗り降りできねえだろう。あ、マジか、そういうことする。ゴルした方がいいな、これ。ティン、ティン、ティン。とりあえず1匹目は倒す。エレクトリシャンで、2匹目も倒す。3匹目も一応いける。2匹目もいき、まあ、諦めよ、これは。下もいける。いけない、連射できないからな、これ。いけるかなと思った、死んだ。これでいけるはず。ジャンプのタイミング重要よ。頭待ってます。帰ってきた時に A を押すんだよ。ちょっと待てよ、なんか取ったぞ。え、全開するだけ。そんないらんねんけど。そんだけ。なんか新しいスキルじゃないの、ボスだな。そんなん考えられるか、バカ。ボンバーマンってなんだっけ。これじゃないな、これでもないな、これでもないな。マイクロフォンミューテッド。
マイクロフォンアクティベイテッド。なんで倒したっけこいつ。アイスで炎倒して、いやこれだもん。強いんだよ。こいつはわかる。お前は知ってる。あ、ゴリ押せなかった。お前からかい。やばい、食らいすぎてる。で、アイスにしといて。こいつせこいよな、もう敵時間長すぎるんだよ。食らえねえじゃねえか。狭いんだこれ、左があるから。雑なボスラッシュやめろや、辛いから。よし、いいぞいいぞ、もう思い出した思い出した。でアイスにして、もう連打しないでぴょんぴょん飛びながらやろう。それもう無理じゃない。今までと違ってさ、ゴリ押して倒せば俺じゃないからな。次なんか来たら死ぬんやけど。ガッツマン来たら死ぬな。ガッツマン爆弾だと思うんだけど、爆弾当たりきてんだよな。あれかですよね。違う、こいつなんだったっけ。これじゃなかったよな。あ、これやん。ちょ、避けれへんけど、それは。約束されたしやったな。もうないけど、ファイヤー常に動いていれば当たらないんだよ。すいません、ちょっと連打使ってしまいました。で、こいつだよな、問題は。避けれねえんだって、これ踏んだら打ってくんのかこいつ。なんやねんこれ、無理やんけ。パターンなんかねえじゃん。ティンティンティン、急がば回れよ。はいはいはい、うぃー、やめろ。もう電気はあの氷のやつだけだから、どんどん使っていこう。あ、一気減ってる状態ではちょっともったいない気もするけどな。まあええわ、まあええわしか言えてない気がするわ。まあええわ。あ、あそこで回復せんか全部。あ、近いな、ここよく見たら。なんで落ちたんや俺。うまっ、うえっ、はしごを外された。次こ次。正直俺クリアこんな時間かかると思わなかった。
もっとサクッといけると思ってたんだけど。ワンやぞ。なんで初代でこんな時間かかんねん。ゲーム舐めてたな。ぜひ欲しい。降りるときは A ボタン押すだけ確認する。しっかりポット。イエス。で最初がファイヤーマンじゃない、ファイヤーマンだ。爆弾だけは食らってはいけない。距離解きながら戦えば、いや上がっちゃった。で次がファイヤーだから火の粉を食らわずに合流した方がいいかもな。これで次アイスマンだからエレクトリシャンでご両親一発食らうまでに倒せるはずだから、いける。バカなことしてる。避けれるはず。避けれなかった。さあこれでもう一人ボスいたら俺は終わる。で使ってないのって言ったらガッツマンでしょ。ガッツマン倒してないんだよね。ですよね。最初からやろ。きつすぎるわ。ファイヤーはいけるわ。じゃあファイヤーが暗いすぎるんだよな俺毎回。こいつはいけるんで大体分かった。爆弾当たんなきゃいけないから。当たっちゃった。次や、次が、ファイヤーマンだからアイスでパターンあるはずなんだよなこれ。火の粉どうしたらいいんだろう。死んだな次。あれはやるか。あれ最後のあれよけたいだけやろうよ。はそっ無理。食らってはいけないのに食らってしまってる。で次がこれよ。このゴレオシが一番安定するな。で次エレクトリシャンやってもう 一発は食らう。許容範囲避けれたら嬉しい。おお、神展開。めっちゃなんか RTA っぽかったぞ。もういくらってやるよ。あと一発ぐらい。よし、なんかめくそまぐれ臭かったけど、もう全部倒してやる。これで生き残った状態でいけるぞ。まだおんの？違う、ボスやな。ちょっと待てよ、あいつ来んなよ。
あのでかいやつ。ちょっと待ってや。マイクロフォンミューテッド。マイクロフォンアクティベイテッド。あ、マイだ。ティュン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 。まだ一機ある。ラスト。ここまで来んのクソだりんだけど。ビリビリで戦うやろ。基本的にこれが一番強いやろ。水上攻撃が一番効くかもな。これ避けれる？避けれないやん。もうどう見ても第一形態なのがマジでムカつく。しかもちゃんと距離合わせてくるっていうところがファミコンのくせに、ファミコンのくせに処理落ちやめて、マジでファミコンのくせに生意気な。ティムンティンもダメージあるんかい。もうね、倒せる気がしません。ボスラッシュは最後ガッツマンって最後両親なのかな。ティン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 。ボスラッシュ一発でいけたら多分ワンチャン希望が見えてくるんだけど、いい感的な意味でも。全部倒すっていうそういう手段でと。ここで死んでたら意味ないからな。てかウィーズの死ぬポイントここだからな。このとこで死んでるわけにいかんねんから。もうなんか抜けたし。奇跡。ここはもうエレクトリシャン取っとこう。ここはね、ダメージはね、受けない、避ける。走駆け抜けたらいけるかなと思ったけどダメだった。もういい、しゃあない、こんだけやろ。大丈夫大丈夫。あそこでなんか弓を取ればいけるし。あそこ取れば全部いけるから何もいらなかった。ポーインポーインポーイン。とりあえずこれは取る。これも取る。帰る。ちょっとこれ邪魔だからどいてもらって。いいね。最初が。ファイヤー。食らいすぎた。一発で抑えなきゃいけないのに。で次がファイヤーマン。ファイヤーマンはもうゴリ押す。やばい、ゴリ押したら負ける。前行きながらゴリ押す。そうか、そしたら食らわなくなるのか。で次がアイスマンだから、アイスマンもゴリ押す。一発食らうけど、一発だけは耐えれるから。あ、そう、食らわない。
ここなんだよ。でこうここでボンバーマンして、それは聞いてない。来た、頼むよゲロン。ナッパーくそー、ここで食らったらいかんのや。この不安定な立ち上がりを攻められるとパターン入ればいけるんだけどな。パターン入らしてくんねえんだよな。ドベア、次のファイヤーマンだな。前行きながらゴリ押せばそんなひだめないはず。で次のやつはこれ、この場でゴリ押せばそのまま倒した瞬間いけるから。やべ外してる、マジかよ。セーフで、ガッツマン、マジかよ。連射か、おかしいおかしい、なんかこいつ怒ってる。ガッツマンのわけわからんパターン入ったんやけど、クラッパンか今。ああ、あ、もうなんもねえ。倒した後硬直するのやめてほしいんだけど、スタート効かないし、次がファイヤーマン。どうやって7ダメージ倒すんだろうなこれ。なんか撃ったところにさ氷撃つから起こるのかなこいつ。もうダメだ、何もない。死ぬしかない。ダメージねえんだなこいつ。あるわ。よくわかんないなこいつの攻撃。当たったところに出てくるんか。当たらなきゃいいんかあれ。すごく一つに謎を見つけた。いやいや普通に普通に無難にいけるし。ラグって2連射になりやがったのかす。やめろ。これボス戦万全の体勢でいくために落ちる、これ落ちる落ちる落ちる、落ちないよな。そう落ちなくていいとこで落ちた。万全の体勢で挑むために、もうなんかご両親通じないと辛いな。ワイリーどうやって倒せんやろな。
これで倒せねえかな。今まで最大でダメージ食らってんだけど。痛い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 。ここで変えていかないと落ちるんだよ。重っ。で、押しておいて。ポンポン。よし、エネルギー全開。ほら今ノーダメでいくぞ。ノーダメでいこうとした瞬間飛び込んでくるのやめえや。もうダメだこれ、ファイヤーマンやれで。サッと死ぬわ。前へ行って避け。いや違うな。その倒し方わかんねえな。もういつも通りでいくか。ガッツマンが運ゲーだな。ジャンプしながらご了承、ジャンプしながらご了承、何個か避けながら残りは全部食らわせる。なんで食らうね。なんかスタート押せないんだよねこの時で。あいつはこれを連打で倒すんだけど、ラグったら2発食らう。 いけるはず。いけた。で終わって、くっそげー、ガッツマンに3発当てんのつれーな。これアンチミージ見えるな。あ、マジかよ。避けるの俺が悪いんだろうけどさ、あれ。うわっと。じゃあこのファイヤーマンをちゃんと倒せないのが痛いな。ある程度避けつつ、あとはゴリ押す。よし、結構、ね、残ったぞ HP。 ただワイリーに挑戦権がもう1回しか残ってない。食らってる？食らってんな。もう一発頼む、爆発してくれ。届いてない。やったぜ。ワイリーに挑戦する体力がないんですけども。オアタンゴ買い替えて置いといてくれよ、ここに。ティン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 。もうダメだ。これが一番安定してるな、ちゃんと登れるんだったら。
まではサクサク来れるようになったぞ。ならここからよ。何回であいつ倒せるかだよな。行きたら一発でワリーまで行きたい。割とアイスマン戦にかかってる。よし、これ初戦はめっちゃ食らうんだよね、こいつ。なんか知らんけど最初飛んでくるとき、食らった。俺食らっちゃったな。やつ食らっちゃった。めっちゃ食らっちゃった。法則が見つけられないっていう情けない話。ここはいつも通り連射で届け。オープンねー。で、いや避けれんかった。避けたぞ。頼む、いけ。いった。運ゲー制した。よし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 。めっちゃ残ってる、めっちゃ残ってる。3機残ってワイリーやで。とりあえずこれは様子見でいいやろ。4点。マジかい。右手手あげるから。これいいと思うんだよな。早いで防げるもんなんかないしな。アイスはなんか弱い感じだしな。ボンバーなんか使うことないだろうし、とりあえずこれでいこうか。とりあえず避けることを集中しよう。ジャンプよりも下から当てることを焦点に置いた方が避けるような気がする。避けること集中しすぎて当たんない。いやこれ釣り込みでいいや。あ、これ当たるな。ファイヤーでいいわ。あれファイヤーだった。弱点もしかして。いろいろ試そう。これアイスは絶対弱い。なんか飛んできたな今。 G ってなんだっけ。あー、あれか。 C が勝った。2回入る。あれ下飛んでくんのかな、あの弾。ファイヤーが効くな、レベル1は。ファイヤーでいこう。ファイヤーだこれ。弱点あるやん。これ違うな。これでもないな。
これやな。おっと、食らうな。ファイヤーが弱点なら分かった。ただそれしか分からなかった。次もファイヤーでいいのかな、もしかして。なんか弱点分かるとさ、当てに行きたくなるんだよね。それが良くないんだよ。しっかり当てながら逃げる。ええぞ。あ、これ OK。それ痛すぎる。ただにストレスするんかこれ。いけるいける。多段させろ。多段させろ。多難させろ。え？くそー。あと一発やったのに。ただ弱点は分かんない。いや、あそこ行けるかどうかなんだよな、問題は。邪魔されずに生きて、ぽいぽい。お世話になった M ももう用なしだからな。一発で抜けれることを祈ろう。ていうかこれ使いすぎたらなんか軽いでしょ。あ、くらったし。マジ？食らいすぎた。気抜けてんな。倒せない倒せない、やべえ。よし、なんとかいけるやろこれ。問題はガッツマンがどう出るかだからな。ここは余裕。あー、先に打っちゃった。セーフ。ガッツマンさんの機嫌次第なんだよな、俺らがクリアできるかどうか。はあ？一発いける。くっそげー、一気しかねえな。あ、ねえ、もうこれ押すしかない。
ティンティン消えるまで押せねえんだよな。こいつなんだよな。俺こいつがマジ苦手だわ。俺が安定しない理由こいつだよ。足元何なんだよそれマジで。説明してみろよ。何キャル？1キャルな。これなんとかここで抜けたい。ここで抜けたい。Too easy。 一発だけなら食らえる。もう終わりよ。これでもワイリーは無理だな。諦めよう。最初無駄に動かなきゃいいんだ俺。ファイヤマンが意味わかんねえんだよなあいつ。ボス戦だったらさ、ゴール押せばいいけどさ、ボスラッシュはね、そうもいきませんからな。もうダメだ。ワイの集中力返してくれ。よし行くぞ。今度こそ。最後の推薦。ちゃんと待てばノーダメいけるんやろな。じゃノーダメなんだけど、どうでもいいし、あそこで回復できるか。すんげえ目シパシパするわ。メガネしても多分一緒だしな。してみるか。メガネいらねえ。見えすぎる。あ、めっちゃくっきり見るわこれ。すげえなメガネって。ほいほいほい。よし。おれー、あ、届かかった。落ちてはいけない、落ちてはいけない、絶対に落ちてはいけない。11時なんだけど。どうしてこうだった。残機確認なんてするんじゃなかった。あのボスラッシュ運ゲーだからな。なんか攻略法あるんだけどな、あるんだろうな多分ファイヤマンも。よし、残機3でワイリーに挑みたいですね。
余計なことはしないよ、心情に言えるぞ。お昼はどこ行ってたん？お昼どこ行ってないよ。俺が家出るわけないじゃん。余計なことしない。ぽい。危ない。よし、このファイヤーマンが鬼門よ。無駄なことすんだよ。まっすぐ行け、まっすぐ行け。うわ、当てれたし。なんかうまくいくときといかないときがあるんだよな、こいつ。こんだけ HP あったら、なんとかいけるやろ。こいつの倒し方よ、問題は。お、受けといて。だいぶ食らってるぞ、俺。やっぱご両した方がいいやん、こいつ。結局、これ、ガッチャマンじゃねえや、なんだっけ、ガッチャマンから一発しか食らえないっていつものパターンですね。ここで撃っちゃうから、ここで連打するっていう。2発目、3発目入る。ここでガッツマンさんがジャンプしはるんで、私もジャンプしておける、ジャンプしておける。一回ね、失敗すると終わるんだよね。よけろー、ラッパー。くそ、これでいける。よし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 。これで突っ込みながら戦う。ご了承、ご了承、ご了承、ご了承。そしたら後ろ向くから、いけたいけたいけた。これチャンス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 。ここでいかないとワイリー用のファイヤーが切れるから、なんとかここでいきたい。こいつはもう本当ボーナスキャラよ。ここで撃ってたらダメージ来る前に上行けるから。で、ここガッツマン先生。悲しすぎる。ぽい。避けろ、パーク食らってくれ、頼む。もうしゃあない、これは必要経費です。やめろや、ボケ。おっぱつ、避けろ。くっそー、避けんのむずいんだよあれ、マジ苦手。もう F がない。ここで瀕死でなんとかクリアして、ワイリーチャンネルレンジ1回だけだ。強敵ガッツマン、ガッツマンマジ無理。じゃあファイヤーマンが無理なんだって。あー、もうダメだ。避けろ。危ない、めっちゃ無駄に食らっちゃったし。ゴリ押しの末路。じゃあもうこれ倒し方わかんねえんだもん。最後ケツ打って倒すっていう。もうないよ、もうないよ、マジでここでワイリーいかんと何もないよ。やべ、どうするのが正解なんだろうな。間に合え。ガッツマンを自力で倒す。はい、やべ、来た、やぶね、いえ、ああ、1個目避けたら満足しちゃうんだよね。すいません、もう無理なんですけど、僕そんなことされたら。こいつのプレッシャーやべえ。このクソアンチメージみたいなやつ。自信が全く避けられない。いや、自信あり苦手なんだ。爆弾投げたら避けれないんで、次常に走ってなきゃいけないんか、ファイヤーマン相手の時は。そんな感じやな、多分。あそこ運ゲーで抜けた後にワイリー戦ガチでやらなきゃいけないからな。
育ちすぎたスペクターのようなプレッシャーを感じる。やべえよあれ、タイニーだよ。ブリンクダーが5分で持ってるタイニーだよあれ。怖すぎる。つらい。初心者殺しだよあんな。5分とかっつ。本で言うデッドウッドさんだよ。正直これいらんの。あいつにご利用して使うだけだから。何があってもあれはいける。問題はワイリーが倒せない。エアーマンっていう問題じゃない、ワイリーが倒せない。正直俺コレクション買ったん後悔してるし、全然クリアできるきせんし。ずれえ。序盤で太りすぎるやつだと初夜で10キルぐらい稼いじゃってるんすも怖いよね。あいつそうかな。マジこれもせこくない？開幕開始もせこいやろ。絶対なんか一機目は 無敵で行かせないよみたいな。なんか汚い意志を感じるわ。やっぱりアンタイメージだ。避けた先にさ、落ちてくの意味わからんくない？こいつケツ、逃げるからさ、ケツ。ケツ。はい、もうこれガッツなんから一発も食らえません。追っかけて、あいつが後ろ向いたときに、ケツ燃やすしかねえわ。避けられた。頼む、ラグが。よし。処理落ちに助けられる。はい、イエイ。これこれよ。くはー、前に飛んでた、いけてた。絶対これでも勝たねえかん、これで勝たねえかん。冷静に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 。俺ジャンプする癖があるからな、その癖を直そう。直した結果がこれだよ。一発か。ないわ。さあ次やぞ。よし、ケツ掘ったら勝てる。ただ次もうない。次打つもんがない。反対の攻略は全然なんとかなりそうだね。あれは動いたい、冷静にいったらいける。こいつよ。こいつなんなん。もう罰くらい、頼む、早くしね。この運ゲーに勝てればいける。よし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 。ワイリー3回挑戦できる。2回だ。もうこれは死ぬしかないな。さっき倒せそうやったんけどな。やられたわ。ご了承としたらそのままやられたわ、ぶつかって。これがうざいんよね。後ろのロックマンの絵がいい味してる。さあ行こうか。2回、チャンスは2回。1時間でやっと2回かな。めっちゃ時間かかったと思う、ここ行くまで。避けれねえんだよな全部。ご利用そうとするからな。あれ避けなきゃいけないんだよ。うわ
火じゃないな、火じゃないな、あれ電気やな、あれあいつ電気だな。第一段階は速攻倒せるわ。ただ被弾は1に抑えたいな。そういうわけにもいかんないけどな。もうダメもうダメもうダメ、食らう食らう食らう。やったらいかんない。いい感さえあれば。いい感さえあれば。ひい。いや、これラグらした方がいけるかもしれない。ラグらしてくぐる。くがジャンプすればよかった。直撃したが。くっそー。もうガッツマン、ガッツマンだけだな、運ゲーは。ということはエレキも残したまあいいや、正解せし。あ、マジか、勝っちゃった。別にいいんだけど、勝っても何も関係ないから。安全に行くとい もう強い意志のもとやっております。こんなんいらんやな、こっから地獄待ってんのに。しゃあファイヤーマンからボンバーマンや。こいつそこ帰るから待ってたらいいんじゃない。ここでそんなことすんの？これちょっとめちゃ食らったんやけど貴重な火がなくなったんだけど。ハマるのは聞いてない。やっぱ出なきゃいけないんだね、悲願覚悟で。なんとか抜けるぞ。よし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 、ここで死んでる場合じゃないんだ。火いっぱい使っちゃったんだから。問題ガッツマン一発いけるかどうかだ。はめれるかだ。一発は食られる。やべ、間に合うか、間に合うな。これここで変えたいんだけどね、本当はできないからね。聞いてない。なんか一発投げたら安心しちゃうんだよね俺。避けれる、来た、避けろ。おお、危ねえ。来た来た来た、一発来た一発来た一発が来た。ワイリーいけるんちゃうか、いけるんちゃうかこれ。あ、いけへん、これ HP は無理や、この HP は無理や。何がいけるんやねん、どんだけ俺強いねん。第一形態の弱点は分かったんだけど、第二形態の弱点が分かんないんだよな。まあ、ビリビリがいいかな。距離取りながら殴って、これの受け方やな。分からん。処理落ちさせて殴るそれしかねえな。よし、1点だけ。
今日当てに行くとこれやられるんだよ、やっぱり。ここから遠くから撃つしかない。できるだけ食らったらいけない。しおりさせらくぐるのもたやすい、たやすい。いかん、これ以上食らえない、これ以上食らえない。さっきの1ゲージの時は惜しかったなぁ。2回目だよあれ。ファイヤーでいいんかな。今日ファイヤー当てに行きたくなるからな。とりあえず序盤絶対食らっちゃいけないのと、2回目もできるだけ HP あるからって食らっちゃいけないな。あれ倒した後にまだあんの？わかんない、多分ないと思うんだけど、あるのかな。よくだよくだ、処理させん、これもう処理させんと避けれんのか俺。ほらくぐれる。ダメだ、全部食らってる。エレキの処理落ちが強い。あー、もう食らえない、もう食らえない。いけー、ジャンピング道具させてやったぜ。やってくれます。ああこれどこまで、エンディング見るとこまでかな、最後までかな。 よかった。ファミコンだから第3形態はないだろうと思って。やったー、バグとか使わず正々堂々とやって5分切った。いつで終わりなんだろうな、エンディング見るまでかな。そうだろうな、多分。めっちゃ時間かかったわ。12時かからんでよかった、マジで。つらかった。長い5分やったな。長かったな。精神と時の部屋折ったみたいやったなこれ。あーつらかった。ドタ吉 RTA 部ロックマン1、ロックマンにも今から続行ですか。勘弁してください、さすがに。もうあの箱物買うわ、新しいの。安吉、キャラクターデザイン、トムポン。キャラクターデザイン、イナフキング。まるで1秒か1分かかってるみたいやで。ここもずっと8月の真ん中ぐらいからずっと胃の調子が悪くて、謎までか分かんないけど、腹食ってなくて、食ってなくて、グーってなった。あ、ロックマン帽子脱いだ。この時代ってあんまり実名出さないゲーム多いんだよね。そうなんかな。あ、ロールちゃんだ。なんかドットの方が可愛いけど、この右下のロールちゃんクソブスだけど。帰ってきたよっつって。ここで終わりや。シフトと F2。えい。というわけでね、クリアタイム4分57秒。エグゼ俺あんま好きじゃない。4分57秒、41ということで、ドタ吉 RTA 部門ロックマンは初代チャンピオン NGO ということでね、よろしくお願いします。9回ぐらいじゃない、カウントあるでしょ下の方に。いやーこれね、ツイッチから様子見に送れるのって確か4時間なんだよな、まあ、切らなきゃいけないな。編集はしません。もう嫌だ。いや鬼畜やったなこのゲーム、マジでつらつらマジで疲れた。
久しぶりにちゃんとやりきったんちゃう？やりきったで、俺正直まず1回目投げたかったのはエレキマンと、あの覚えゲーのところと、あれボンバーマンって名前になってんだけど、割となんか投げないとこいっぱいあったね。あとワイリーステージなんか全部の面で2回ぐらい投げたくなったからな。一面のコントローラー壊れてるって言い訳でやめるか思ってたわ。わら。いや、やりきったよ。いや、コントローラーマジで壊れてんだこれ。だからアナログとこの十字キー両方駆使してやってたんだけど、基本アナログであの M 使うとこだけ十字キー使ってたんだけど、はあ疲れたマジ。これ画面横にするとねあれなんだよな。